こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。はい、今日誕生日方おめでとうございます。はい、今日も限りサバカシバイルマルやっていきたいと思います。はい、今日はね、前回の動画で、ウルトラマンのコラボ、ウルトラマンシリーズコラボ、ウルトラシリーズガチャを引いたんですけど、その中で前々からね、ちょっとまあ、戦時チャレンジでちょっと不完全燃焼だった編成が、ちょっとね、そのクエストのまだやってなかった6月の宿題最後、クエスト15か、レベル15に合いそうだったので、ちょっとね、それ入れて、使ってみたいなと思って、まあ、使ってみたというより、まあ、ついでに維新もできるし、15やし、まあ、取れ高もあるでしょうっていう感じの動画です。はい。それではね、早速撮っていきたいと思いますんで、パーティーご紹介します。はい、こちらですね、リムルテンペスト、リムルパーティーですね。はい、それではご紹介します。はい。リーダーのガビルですね。これ、リダチェンの76のリーダーですね。はい、76のリーダーに、ガビル採用しております。で、中学生が、全般の強化にスキルチェーン2つ、毒目覚め体制、なんかついてたんでつけときました。はい。なんで、コレキナガン、マキマさん武器ですね。マキマさん武器で、毒とお邪魔と、チーム HP1 個と、光泥鏡、闇泥鏡を補っておりますと。スキルがね、ルーレットだったり、3ターンで使えるその無効貫通だったり、無効貫通がちょっと弱いんで、リムルパーティーどうしても。はい。それで使っております、それで入れております。で、こちらが、リーダーチェンゴのリーダーの、魔物を滑るもの、リムルテンペストですね。はい。女学生浮遊、スキルチェーン2つに上限解放。で、あとは、グランエルブ武器ですね。で、リーダースキルが水の2コンボ以上でダメージを 77% 減、攻撃力が36倍、2コンボ加算、固定1000万ダメージ、無属性の回復力が4倍となっております。で、こちらがラクスですね。ラクスに超学生全パラ強化、スキルチェーン2つに、アシスト光線剤に打球武器つけております。これ、ただ単にチーム HP と、はい、キードロー鏡と闇ドロー鏡と指も痛かっただけですね。はい。で、こちらがウルトラマンコスモス、ルナモードですね。ルナモードに、超学生全パラ強化、スキルブーストプラスプラスに、スキルチェーン2つ。あとで、明瞭ではっきりとしたサウンド、この初音ミクの、2人組の武器ですね。これでスキル2つと、7コンボ強化と。完全暗闇と指を補っております。最初のヘイストね。で、このヘイストでいろいろ回すことによって、この表の進化1段階目スキルがまたヘイストで、実質4ターンヘイストかけれるっていうね、感じにしておりますん で、あとはその最終段階のスキルが敵の行動1ターン1円と6回と消せないバインド覚醒無効解除。ここクエスト15がね、場合によってはね、覚醒無効が2連続で出てきたり、結構高頻度で出てくるんで、これでコスモスハマるんじゃないかなと思って、そうですね、ルナモードやったら、はい、ハマるんじゃないかなと思ってつけております。入れております。はい。で、こちらがなんちゃってその水増やし2ターン1回使えるロック解除兼水増やし兼アタッカーですね。はい、黒飛びですね。はい、僕の大好きな。はい、スキルチェーン2つに紙キラ3つ、これもついてたんで、もうめんどくさいんで、もう外しません。はい。で、トリズアクアスブレッド、ガングリューの3兄弟の、水の武器ですね。はい。副属性水にしつつ、チーム HP と10コンボ強化とか、あと、テープ耐性、ここになっております。で、このスキルがね、ターンの間上限回復60億と、水闇回復を4個ずつ耐性と、はい、そんな感じですね。で、こちらフレンドさんのリムルテンペストですね。新強覚醒に陰の加護、で、水属性軽減3つにスキルチェーン2つ、と、思考加速が、リムル武器ですね。はい、こちらも。はい。で、副属性水にしつつ、スキル2つと7コンボ強化、チーム HP2 つと補ってもらってます。で、変身後が、皆さんご存知、一旦なら自分と助っ人のダメージ上限値は76ランダムで、水を6個生成、HP を 20% 回復となっております。で、バッチが HP プラスです。はい、それでは、6月のクエスト、レベル15をクリアして、はい、もう6月とおさらばしたいと思います。おもろますって。それでは、最高。はいはいはい。よし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 。で、左のやつだけちょっとターゲットいて、まず離脱演しまして、はい、で、コスモス使って、で、クロスボウか。で、ラックスのブレンダー級武器使っておいて、一応黒飛びで水作っておいて、で、
キラーシュ使って、で、最後にまた、コスモスを使っといて、ヘイストを使っといて、あとは3。これで多分、闇消しスピーターを落とせたんかな？どうなんやろね。ちょっと気持ちね、その、左の方が柔らかいんで、これで、はい。よし、じゃあ黒飛び使いまして、で、これで、もみずの3コンボと、はい。適当に7コンボさえね、組めれば、もういいんで、はい。いや、これ倒しちゃったかな？どうやろう。倒さんといてほしい気持ちも結構あるんやけど。よしよし、よかった。でもしばらくこれダメージ吸収使わないんで。うん、これラックスも使っといて。はい。で、黒飛び使いまして。OK。なんか上のスキルがね、ちょっとたまに溜まっちゃうんすよね。多分ね。よし、OK。はい。ああ、首こりが。僕もドライアイすぎて、とうとうホットアイマスク導入して、昨日、ほんま。めっちゃ寝てもうた、その代わり。で、ルーレットがちょっと落としてんで。これが回復力奪いか。はい。ああ、悠々奪いね。はい。アクス掴んでよかったな。でも、あと2本なんでね。ここでも威嚇しといて、はい。ルーレットも落としてんで、はい。で、これ使っていて。はい。はい。OK! よしよし。はい、OK。で、回復力奪いをだけはラックス使って、もう回復しといて。よし。で、ベルゼビュートして、はい、OK。危ねえなぁ、相変わらず。あ、この指輪割れるのがね、一番きついんですよ。よし、OK。で、3フロアで、キングエメラルド。はい、OK。ここ、HP 上がってるんで、リズミュートして、で、回復もしたいんで、黒飛びして、指何秒な、これ。2.75。2.75 ってまたまたきついな、はい。まあ、水だけやったらね、もうさすがに決めれるということで、はい。はい。よし。OK。よし。で、キングメタルの輝き。気になっちゃったね。あ、ここで HP 戻っちゃったけど、はい。はい、つくせ。レズビュートして、はい。OK。最短で。危ねえ、だいぶ落ち込みに救われている。はい、これ多分耐えれるんで、全然経験バレたんで。おっしょっしょっしょ、危ねえ。はい、失礼。レズビュートして、ちょっと黒トリゴを使いましょうか。回復増やすために。で、これで、はい。おっ。はいはい、オッケーオッケー。乗ってくれたのいっぱい。よし。で、次が、3フロア、4フロア。あ、これか。はいはい。で、暗闇が来ると、はい。暗闇が来るんで、レーズビュート。とりあえず、はい。はい。はいはい。はい、あぶねえ、危ない、7コンボ、よかった、危ねえ。で、食らいつくせいでベルゼビュートして、で、黒トリも使っといて、回復も増やしといて、で、これで、はいはい、これで、よしよし。はい、OK。で、暗闇目覚めも消えたんで、よっしゃ。
あと16短所、13短所。学士もいいんやけどな、別に。はい。みんなコンボ決めた。経験だけここはもう貼れればいいんで、指輪ないんで、もうしゃあないんで、これ。よし。で、ロックされたときは黒飛び使って。はい。よっしゃ。レーズビューとして、はい、オッケー。はい。オッケー。よし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 で、これに抜けるかな？オッケー。で、熟成して、はい。はいはいはい。おーし。こんだけあれば、エンジビューとして、はい。指もちょうどね、奪い返せたんで。はいはい。あー、そこ繋がってたんや。何も解除できてねえよ。で、暗闇食らっちゃったな。オッケーオッケー。で、暗い畜生ベルゼビューとして、はい。キリステルして、はい。ここでちょっと回復で蓋しといて、ちゃんと。よし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 。はいはい、これで回復も、アシストの子も回復できたぞ。OK。で、あと3ターンなんで、いけー。レズビューとして、はいはい。一旦ね、この、オッケー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 。ナイス。ナイス落ち込ん。75% じゃないときに、あ、これ、行こうか。どうしようかな。次がいいんですけどね。レズビュート。無効貫通あるかな？ないっぽいっすね、これ。ないっぽいんで。はい。よし、OK。はい、OK。あと一旦で。で、ここで、コスモス使っといて、威嚇かけます。で、ガビル使っといて、シュッシュといて、で、レズビューとして、はいはい。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 これで、あ、待って、回復何もできなかった。よしよし。はい、OK。で、ここで大ダメもこうへんし、覚醒光も飛んでこうへんと。で、暗い畜生。あ、切り畜生やった。じゃ、何やったっけ？キリステリア。はい。でも、ここは盛大に読み出し、決めていって、水の。OK。で、次が、サラスバティかな？この色。あ、ルーレットか。ルーレットもこれすぐ戻せるんで、はい、OK。で、レゼビューとして、はい。はい、はい、はい、はい。はい、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 はい。はい。はい。よし。コンボ、危ない危ない危ない。やめてやめて。オッケーオッケー。で、とりあえずルーレット上着します。で、これはもうベルゼビュートだけでいけるでしょ。はい。はいはい。はいはいはい。はいはい、はい。よしよし、これで、オッケー。はい、オッケー。よし。なんか落ち込んだし、4ターンって誰にされた今。オッケー、カンナですね。はい。カンナ、ちょっと耐えましょうか。次でコスモス溜まるんで。いや、別にいいか。
普通に1体か。どうせ3体やもんね。そしたら2ターン継続やからええんか、別に。はい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 。はい、よし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 。はい。おー、オッケー。で、次が、また吸収と、オッケー。はい。で、最悪コスモスで一発が通るんで、吸収消えた時に。コスモスめちゃ相性良くない？このクエスト。はいはい。あー、ただパズルスピードが追いついてねー。はい。はい。で、2ターンの時に、ここはもうあれでいいか、回復だけしといて、いや黒飛びやった時にしちゃよかったっすね。やっぱオッケー、落ち込んなしで調整もできるし、オッケー。あと一旦でここでコスモス使って威嚇します。で、はい、はいはいはい、落ち込んだしもなくなる。で、さっきあれで向けなかったんで、プリステルして、レジリュートして、ちょっと4ゲシム、闇の4ゲシム入れようか。よしよし。はい。はい、はい。よし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 。これでいけるんちゃうかな？オッケー。よっしゃ。で、次が、キューブだ。で、ここがまた無効活動なんですよね。よし。はい、攻撃部、デバフはね、ちょっと解除ができないんですけど、その分補って、耐久っていうか、なんか、威嚇できたりするのが大きいですね、やっぱこれ。よしよし。うん。うん。よしよし。で、ある程度取ると、オッケーオッケー。で、これで、ボルテックス。よし、使って、レジステ、レジビュートして、はい、って、キリステルして、はい。はい、これで、オッケーでしょ。クミコリ、クミボキボキいるわ。オッケー、よし。で、ラクスの上が溜まっちゃったんで、はい。勝負してあげる、はい、雲は大丈夫。いや、はず、あれ、雲、なかったっけ？つけてこれんかったっけ？つけてこれんかったっすね。で、これで、レズビューとして、確か光闇吸収なんですよね。んで、どうしようか。メギードは、あと20ターンなんやった。置いとくか。力だけでもダメなので使っといて。よしよしよし。で、また、食らいつくてベルゼビュー使っといて。よし。で、これで。はいはい。こうでいいか。はい。どうせクボンもあるし、デバフもあるし、ちょっと休憩みたいな感じにしとくか。OK。危なくなったら攻撃スマン威嚇刺さるんで、はい。はい、つくせ。レジリュートは。はいはい。はい。はい。はいはい。オッケー。よっしゃー。うん。いけ。よし。で、クマも次で切れると。オッケー。レジリュートをして、はい、はい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 、おっしょっしょっしょ、はい、ケイ、よっしゃ、吸収も入れましたと。はい、オッケー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 。で、ここでどうしようかな、威嚇使おうか。もう
っとめんどくさいんで、はい、でコスモス使ってリステルもして、あ、そうか、逆じゃない、あれかミスター、はい、はい、水ナイス、高かったね。耐えれるかな、一応回復の LG 消ししといたら多分耐えれるんで、ここまでサクサク来て負けんの嫌やねんけど、でコスモスが当てのターン、当てのターン、当てのターン、どうしようかな、ゴラックス、ラックスって覚醒向こう来たっけな、なんか忘れたな、ほんまに。これにつくせ、エンゼルートしといて、はいはい。フリスセールもしといて、んで、はいはい。で回復も決めといて、回復エージも決めといて、はい、これでいいでしょう、まあ。はい、オッケー、よっしゃ、はい、はい、あー、やっぱ覚醒の方来ますよね、確か、はいはい、おーしよしよし、オッケー、で、思いだけでも力だけでもダメなのです、して、はい、して、レジデート、オッケー、回復も結構あるから大丈夫かな、まずは L 字決めて、で、軽ゲームも貼るのにこうしといて、はいはいはい。で、コンボを重ねて、ちょっと毒消しちゃってるけど、ちょっとなんか2分割ぐらい。多分大丈夫なんで。はい、OK。はいはい。よーし。で、フリステルして回復しやる。あー、逆やった。最初は休むんだ、逆やった。危ねえ、でも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 、はい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 、よし、 OK OK で、カウントもしてるんで OK で11、もうあれか、メギド使う方がいいっすね、結構リラチェンですね、確か、オッケー、で、クライスクセ、レズビュートしといて、はいはい、ちょっと、ちょっと、闇優先せんでいいから、はい、おーし、オッケーオッケー、はい、はい、あぶねえ、ちょっと待って、あー、怒ってきただけあった、よかった、危ねえ、ワンモアタイム、ワンモアタイムじゃなくて、なんていうの、ためが入ってよかったわ。そう、ワンモアタイムはあれやな。いつでも探しているよ。何やったっけ、違ったっけ、どうしました、どうしました。ちょっと待って、あ、危ねえ、とりあえず倒したからね、よかった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 。はい、12フラー、オッケー、そんなん言ってる間にミヤーダ来たんで、オッケー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 。で、これで、吸収なんですけど、もうガビル置いといて、オッケー。で、食らいつくせベルゼビュートしといて、はいはい。はいはい。オッケーオッケー。で、よし。回復ドロップが欲しいんで、回復ドロップがなかったらもう、ラックス使ってからの、誰か、アインシュタインか。よしよし。でもこれはもう回復大丈夫なんで、まあまあまあ。で、あとは、その、コンボ減少されてるんで、それだけ、忘れなくっていうか、自分が、お前が忘れんなって話なんですけど、よし、
あ、いやいや、90なんよ、今。はい、OK。ねえ、はい。で、黒取り使って、ちょっとこっち、はい、増やしたかったんだよね。水増やしたいのもあるけどね。なるべくマイナスはもう消しといて。はい、はい、OK。OK、OK。ああ、いやいや。はい、はい、あと3ターン。よしよしよし。これで盤面縮小されても、こうするように、これきな、マキマさん武器は溜まったんで、OK と。こっちも大丈夫だね。レズビュート。レズビュートじゃなくて。あと4ターン以内に倒さなかった。やばそうやったら、あれか、ヘイストは使えるんか。じゃあ、ここで使っとくか。はい。で、レジリュートして、はい。で、ここで。回復はこうしていて、もう全然ミスってると。こう薄い色見にくいよね、なんか。よしよし。ここはちょっと時間稼ぎたいんで。はい。で、コンボ現象なんで、フライ畜生ベルゼビュートしてから、こっちは大丈夫？こっちは大丈夫？上たまらん？コスモスありきの戦法だからね、これ。先方大玉螺旋処理券。はい、よし。オッケーオッケー、これでいったでしょう。はい、オッケー。で、この氷域を消せないもされると、はいはい。どうしようかな、どっち使おうかな。コスモスは別に使わんかも。使わんけど、ラクス使っとくか。力だけでもダメなのにして、で、で、マキマさん武器取っといて、で、メギロ使っといて、プレッツでデビューとして、大丈夫か、これで。この感じだったら。で、こうしといて、一応 L にしといて、しとこうか。はい。はい、OK。よし。OK、OK。OK、OK、OK。よし。もうちょっと時間かかりそうですね。やっぱ木なんでね。はい。OK。消される。で、あとで、明瞭で、はっきりとしたサークルが聞けるんで。よし、OK。はいはい。なんか、髪の毛ボサボサになってんねんけど、なんか。わしゃわしゃしたかな。はいはい。よし。OK、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 はい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 。あー、ちょっとなんかミスってるけど。オッケー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 。発狂はないと。で、確かここ結構痛かったと思うんで、痛くなかったか。ボスだったら痛かったんだっけな。で、クロトミ使っといて、これで、回復を増やしたいときは、先にクロトミを使いまして、じゃあ後でか。先に食らいつくせベルトビュートで。え、まさか10分も経ってんやん。危ない。もう明瞭でクッキーとしたサウンドに決まってもたやん。あー、じゃあ。じゃあ。どうしようかな。じゃあ、重いだけでも、力だけでもダメなのです。使っていて。
クリズビュートしといて、これで絶対値を上げといて、はいはい、はいはいはい、危ないな、ちょっとコンボ吸収マジあかんって、危ないって。でこれでちょっと回復増やしていきたいんで、スペルしといて、で回復の、はい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 、ウィー、よし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 、オッケーオッケー、危なかったー、オッケー、霊気が増していく。でここでもう当たり一面が雪景色になった、はいはい、で守ってもらって、で氷シールドを生成されてアイスリング、はい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 、トゲムザメね、はい、でシールド破壊とでルーレットも上焼きしまして、そしてレズリュートして、でこれで明瞭としてはっきりとしてくっきりとしたサダンをして、はい、OK、セルして、はい、オッケーオッケーオッケー、でこれでこれで、はいはい、でこれで、はいはい、で強化ドロップも落ちてくるし、5コンボ加算もあるんで、ウェイはバンシャー、お疲れ様、割と結構マジでウルトラマンコスモスありでしたね。はい、ちょっと動画見よう。全然経験値もらえへんやん。はい、これで、6月の宿題終わりでございます。称号も取れてね。はい、戦時も取れてよかったですね。ちょっとクリアタイム見てみましょうか。はい、クリア履歴27分37.9秒ってね、結構ね、その、耐久とかしたりとかしてるんで時間かかっちゃうんですけど、ボスまで行ったらね、もうサクサクいけるんで、しかも結構安定していけるんで、もうこんな感じで、はい、芝居の丸、はい、クエスト完了ということでございますね。で、最後締めにね、ウルトラマン一回引いておきましょうか、せっかくならユーザー情報。購入歴、無料配布、20個でございます。はい、この前みたいにね、奇跡もね、あるかもしれない、知れないですしね。お仕置き以上かけて、ウルトラマン、ガチャお願いします。はい、あ、あー、太郎でしたっけ。太郎持ってないね。よかったよかったよかった。オッケー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 。しかも76なんで、おー、これちょっと武器強かったんですよね、確か。そう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 、オッケーオッケーオッケー。それでは、はい、今回はこんな感じでお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ動画の感想や、ね、なんか、評価、よろしくお願いします。こっちの方、お願いします。あとはね、ウルトラマン、どんなパーティーでね、クエストクリアしましたとか、ね、くださったら嬉しいです。それでは、今回は、ウルトラマン太郎と、私、お相手は、ゆうでございました。それではね、バイバイ。